おじゃのラジオへようこそ。皆さん、黒金のサブマリン公開中の中、いかがお過ごしでしょうか。先ほどの映像にもあった通り、なんとですよ、全国のコナンファン、いや世界中のコナンファンが待ち続けていた大台、劇場版名探偵コナン黒金のサブマリン、100億突破しました。しかも入場特典なしですよ。今とんでもないことが起こってます。いや、やっとですよ皆さん。今までの26年間時計仕掛けの摩天楼から始まり、そして少しずつ成長していき、最近では100億のあと一歩手前まで迫りながらも果たせませんでした。さらに感染症も広がり、多くの影響を受けながらもとうとう突破しましたね。いや、すごすぎます。あー、泣きそう。最近続々と他のアニメが100億を突破する中、大きなプレッシャーもあったとは思うんですけど、コナンもついにたどり着きましたね。しかもまだ公開して1ヶ月も経っていないので、これから100億突破の宣伝効果でさらにまた伸びそうな勢いです。本当にすごい。しかも今回の映画は日本歴代3位のスピードでの100億突破ということで、これはもう誇りですね。映画の内容も主役が愛ちゃんだったし、久しぶりの黒の組織の登場や安室と赤井の共演だったり、キールとベルモットの活躍、そしてコナン君のクライマックス、全てにおいて完璧でとても感動しました。コナン映画の中で間違いなく最高傑作の一つですね。100億円突破したということで、さらに注目されると思われますので、これを機にまだ映画をご覧になられていない方や、すでに潜水された方も何回見ても感動する作品になっておりますので、引き続き劇場で楽しまれてください。本当に興行収入100億突破おめでとうございます。これからも名探偵コナンを盛り上げられるように僕も頑張っていきます。本当におめでとう。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ。